小米すげしーブラニアは、カヤツリフサカスゲ属の植物の一つ。なきりすげに似て、穂が、やや細い。小米なきりすげとも言う。まとまった株を作る、多年生草本。ほ腹系は出さず、多数の葉が密集して出る株になる。花形は高さ40から80センチメートルになるが、あまり立ち上がることはなく、先端が大きく垂れる。葉は、花形の長さには達せず。 洋服は2から4ミリメートルで、戦力色をしており、歯質は硬くて縁がザラつく。器部の鞘は濃い褐色になっており、繊維状に細かく裂ける。下記は9から10月。家系は長く伸びて先端が垂れ、表面は滑らかか、多少ザラつく。過剰の形としては、こぼは家系の先端近くの節から出るが、それぞれに節から2から6個ずつ出る。どのこぼも、 基本的には、同型で、有刺性、つまり、先端にわずかに尾花が並び、そこから下には、雌花が並んでいる。津とは、鞘があり、養芯は、養上のものから四上のものまである。ボは狭い柱形で、長さ1から2.5センチメートル、柄がある。尾花輪片は、卵形で先端が鋭く尖り、褐色を帯びる。雌花輪片は、狭い卵型で褐色を帯び、 先端が鋭く尖る。下方は長さ2.5から3ミリメートルで、目鼻輪ペンより長く、しかしさほど長さには差がなくて、普通は下方の肩の高さまであって、下方の背面をほぼ覆う。下方の形は楕円型で両の間に太い脈があり、伏した短い毛がある。先端は二つの四条突起になる。痩せカは下方に密に包まれており、楕円型で、 長さ1 5ト、mm、ル。和名は小米なきりすげも用いられる。意味としては、小米すげであり、花宝を小米に見立てたものであり、なきりすげより花宝が小さいことに基づく。日本では、本州の関東地方伊勢、四国、九州、津島、伊豆諸島、南西諸島、小笠原諸島に知られ、国外では台湾から中国南部、東南アジアまで分布する。 平地から、低山の森林の林下や草地などに出る。海岸近くのソリンに生える。本種は、コボが有志性で家系の節から、複数出ること、中東が二列であること、秋に開花結実することなどからきリきゲブシセクト、グレイッセルズにまとめられる。この節のものは日本に十一種ほどがあり、いずれもよく似たものである。ただし、小笠原諸島の固有種や琉球列島のごく一部に、 固有の種が、計4種あり、また神宮すげしいサクロスンクタ、奇襲なきりすげしいナチアナは、本種と分布域が重なるものの、実際の生息地は限られており、稀なものである。他に、フサなきりすげしいテイニジナは、渓流沿いにのみ見られ、仙台すげしいセンティカは、ホフクエ枝があること、大なきりすげしいオーチュームナナリスはこの節では、例外的にいただきこぼが優勢であることで、 比較的容易に判断ができる。その点、ナキリスゲシーレンタは、本州の関東以西、四国、九州に伊豆諸島と南西諸島では、都から列島まで分布し、また低山帯までの林地や林園に出現する普通種であり、つまり、本種とその生育環境や分布が、ほぼ一致する。形態的にも大きさも、両者同程度で、特徴としても目立った違いが少なく、 判別の難しいものとなっている。過法は、本種の方が、やや小さいが、リき毛は2.8から3.5ミ、mm、リメートル、本種は2.5から3ミリメートルとその幅は、重なっており、明確に区別できるとは言えない。勝山では、不死の検索表で両者の分かれ目が過法が、太い脈があって密毛か、細い脈があって無毛または、ほの毛で判断することとなっており、 両種は共に有望であるため、これでは初心者には区別がつかない。実際には、泣きげの花宝は拡大してみると実にもしゃもしゃ溶けが生えており、本種のまばらに短いのがあるのとはかなりはっきり異なる。これは比較すれば明らかだし、一度両者を見ていれば判断に困らない程度の差がある。つまりルーペがあればこの両者はすぐに判別できる。しかし肉眼では不思議なほどに、 その点が見て取れない。ただしそれら細部の違いの結果として、本種のコボの幅が2から2.5ミ、mm、リメートルであるのに、対してナキリスゲは3から3.5ミ、mm、リメートルとかなり太く、また葉の色が本種の方がより明るい色であることもあって、慣れると遠目でもほぼ判別できる。しかし、それをもって同定可能とは考えない方がいい。ちなみに、トカラより、 南の南西諸島では、泣きリスゲが分布しないため、普通に見られるのは本種のみであり、この点では楽である。この地域には、甘みがキリスゲシータバタイと沖縄姫なきりしいタマキがあるが、いずれも限られた山間部のみに見られるものである。不入品一部で不入品が栽培される。ネット上では、その販売が確認できる。鑑賞用に栽培されるスゲ族といえば、 大島かんすしいおしめんのふ入りがよく知られるが、本種のそれはより葉が細く、繊細で優しげな雰囲気があるという、ありがとうございます。